はい、いつも、ドラゴン会場でお願いしております、はい、飯田さんの奥さんになります。はい、サーヤさんです。はい、お願いいたします。サーヤさん、なぜ今日ここに招集されたかというと、旦那さんがやる気満々でですね、僕の奥さんもドラゴンに出るんだということで、ドライバーも買ったみたいなんで、はい、ドラゴンに出させるために乗せるような女性になってほしいというふうに今聞いております。ゴルフはラウンドしたことあるの？10回ぐらい。ああ、なら、まあまあや。スイングまだ一回見て、はい、スイング見て、アイアンとドライバーとちょっと一回見せてください。9番アイアンとドライバーを。はい、お願いします。で、ドライバーを重点的にやります。はい、はい、お願いします。おお、すごいね。パワー型やな。サーヤさんはダンスやってるんですよ、キャッチの先生だったら体幹と軸は分かるな、はい、言えば OK です。骨言っても分かるかもしれない。何球か打って、おお、力あるの。 OKOK、 サーヤさんグローブしないんですか？忘れてました。今います。ノーグローブ派かと思った。堀川みくむくんかと思った。素晴らしい。もう一球。OK。じゃあ次ドライバー。はい、おお、すごいすごい。全然いい。めちゃめちゃいいよ。簡単にまず直してあげようか。構えて順序を変えるよ。はい、ちょっと一回離れて、はい、このぐらいでいいか。球打たないからね。はい、打って、振って、はい、このまんま、はい、振る、もう一回いい。体が行くじゃん。体が、これ体がじゃないといかないよね、はい、体が行ってヘッドがスパーンと行く。でその体入れ替えるだけ、はい、順序が、それが、はい、まあ旦那と一緒。構えといて、構えといて、ポーンと行って体が行って、からヘッドが来る、体が来るっていう順序ね、今の自分のスイングはね、はい、でそれが構える、要はクラブをこうなんていうかな、引っ張り上げるっていうか、体先じゃん、はい、体体ってやって一回素振りしてごらん。構えといて、はい、そのまま、あの、うん、打ったも打ってごらん。体体、はい、体、はい、体、はい、体、体、体、そうそうそう、今の感じ全然いいよ。今の感じ全然 OK。 体のイメージ全然 OK。 はい、構えて、はい、体、そう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 、全然 OK。 打ち方は変えなくていいから、構えた状態から自分の中で比べて無視しといて、体って、体が先と思ってどんどんやってみて、はい、体、そうそうそう、全然当たらなくても全然大丈夫だから、はいはい、体、そう、体でいいから、体、はい、体、はい、体、そう、ほら、体、これで出れるよ、体、はい、体、体、はい、そうするとヘッドを意識できないでしょ、わかる？だって体でいこうと思ったら、クラブヘッドを向こうにやってから体じゃないじゃん、体がいくってことは、ヘッドがヘッドって多分、こうみんな動かすでしょ、こういう感じで動くイメージあるじゃん、こうやって動くイメージあるでしょ。だけど体っていうと、要は裏剣でこう引っ張っといてここに来て、今度はここからヘッドをこうってやるんじゃなくて、体を回した体をこっちに戻してくるから引っ張ってきてる形になるでしょ。そうするとどうやって動かしてるかわからないでしょ。いいよ、はい、構えといて、はい、体、はい、体、これで OK、 全然 OK で、今度はいい、はい、でこれでここに戻すとボールに集中しちゃうから、でアドレスを取りました。アドレスを取って、一回ちょっとすごく遠くを見といて、戻したらすぐ打って、はい、スッ、これで OK。 おー、これでボールが分からなくなるから、位置が。
だよね、はい、向こう構える、ダーツの的は向こうだから目線戻したら、はい、体、これで OK。 うん、クラブヘッドとボールの意識はなくなるはずだから、はい、構えといて、向こうダーツの的あの辺だよ、体戻しました、よいしょよいしょ、そんな感じそんな感じで、あとそれが分かってきたら自分の中で軸ね、軸がふらついたらダメだから、ある程度軸はしっかりさせといて、もうどんどん回転していけばいいです、はい、そのまんま、はい、多い構えになってきた、これめちゃくちゃいい、今のめちゃくちゃいいです、うん、今のめちゃくちゃいい、でちょっと井田さん手下げてもらっていい、少しロフトがあるクラブだから48とか7とか そのぐらいで OK です、はい、構える、多い構えになってきた、はい、遠くを見る、遠く見るとこの構えになるじゃん、そのまま戻したら、はい、体行って、体、そう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 、あとはいい、向こう見る、戻す、これはダメだ向こう見る、戻したらもうそのまま回転、はい、下向いたまま回転、はい、向こう見る、はい、戻す、はい、下向いたまま回転、これで OK、 これでスイング出来上がってくるから、はい、全然いけるよ、はい、多い構えになってきた、はい、そのまんま、めちゃくちゃいい、うん、ほんと動きが分かってくるでしょ今のめちゃめちゃいい動き、今のめちゃめちゃいい動き、はい、構え良くなってきたじゃん、そのまんま、そう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 、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、であとは構えて、いい、こうするからこれいらない、もうこれでこうやってポンと置いたらこうなるじゃん、これをこうするから球が上がらなくて巻き込むから、はい、もうこれで OK、 このまんま、はい、右行ってもいいから、はいはいはい、 OKOKOK、 全然全然いいすごいやん、ふらつくぐらい振れるんだからいいよ、あー、いい構え、いい構え、おー、いい構え、おー、いい構え、いい構え、いい、全然全然いい、一回素振りしてごらん、離れる、はいはい、そのまんま、よいしょよいしょ、 OK、 でもう一回、もう一回素振りしてごらん、これ飯田さん見ててね、構えて、皆さん見ててね、構えて、はい、そのまんま、はい、よいしょ、はい、よいしょ、いい、これは今の素振り2球っていうのは上だけなの、動いてるのが、わかる、この状態から、じゃあこっち前来て、さっき あのパーコさんやったっけ、ピーコさんやったっけ、パーコさんね、はい、後ろ下がって、はい、後ろ下がって、平行して、平行素振りね、これ球打ちましょう、はい、打ってください、はい、でこれも上だけで振ってるのね、うん、うん、この状態からちょっと離れて見ててね、今の自分の振り方はこういう感じなの、じゃなくて要は回転するときにじゃなくて、そうじゃなくて、こうほら使うじゃん、足こう使うでしょ、それと一緒なのに素振りして、うん、危ない、後ろ危ない、うん、そう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 、足使って、はい、そう足がさ、こう使うでしょ、こう使ってる、これから体が回るわけじゃん、それを応用させるの、構えていただいて、はい、前来て、危ないから、そうそう、足使って足踏みしながらのイメージで、はい、バックスイングで、そうそう、足踏みしながら、はい、足踏みして入ってくる、それを見てると、こっちは入るけど、こっちが入んないのよ、うん、そう、このまんま踏んでくるぐらいのイメージ、さあ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 、素振りしてごらん、はいはい、そっから踏んでくる、そう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 、歩いてるイメージになるじゃん、こうイメージはね、こうしてこうなんていうかな、こうやって歩いてるイメージだね、うん、そうそうそう、で球打ってごらん、はい、アドレスを取る、足使ってバタバタしていいから、はい、よいしょ、バタバタ、ドーン、そう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 、足使ってくるから、また全然綺麗、はい、お綺麗な感じ、そうそうそう、いい、全然いい、で上体の上が強いから、上だけで振りに行っちゃうから、はい、構えといて、はい、足踏みして、足でリズム取ってくる、そうそうそう、今のめっちゃいいよめっちゃいい、ヘッドスピードはめっちゃあるよね、めっちゃある、ね、48ぐらい、うん、楽にしといて、そのまんま振り込んでいく、そう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 、足で動くの分かってくるでしょ、そうすると今度どうするかっていうと、腰が上に浮いちゃうから、もっと下げるの、重心を下げるの、こう
テニスとかでサーブ受けるときに今はこう構えちゃってるから、もうこういう形だよね。この形作っといて足を動かしてみる。で重心をぐーんと下げといて、そうぐっともっと下げて、もっと下げて、そうそう、それで打って、はい。今のがいい例で、下げてるつもりが打つ前にボンと上がるからね。ゴルフってそういうの多いから、自分ではめちゃめちゃこうやってるつもりが、他の人から見たらこんだけしかなってないから、まあまあ空中椅子っぽくしといて、そう、そうするとこことこことここで支えるじゃん。でこれが伸びちゃうのよ、こうやってすごく、うん、じゃなくてアドレスは自分の場合はこことこことここで3点で支えてるイメージ作っといて、はい、そのまんま、はい、回転、そう、こうやって今のめっちゃいいスイング、うん、そう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 、今のは足動くでしょ。見とってみ、だんだん上がってくるから腰が間違いなく、うん、そうそうそう、腰下げといて、今のもいいよ、今のもいい、太もも使って打ってる感じだよね。足にきますね、うん、足にくるよ、うん、両太ももで打ってる感じ、自分の場合は構えたら、はい、右の太ももと左の方太ももでしっかりしっかり、そう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 、それがだん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 疲れてくると、バックスイングで太ももで耐えるんじゃなくて、これ伸ばすから、こうやってそう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 、スクワットだよ。でもいいアドレスになってきたよ。 OK、 そのまま右の太ももでしっかり耐えといて、はい、今のもまだ伸びてるよね。ね、バックスイングしたな、バックスイングピューって上げたな。この時に自分の場合は、はい、こうやって伸びていい人もいるの、はい、こういう感じで。もご自分の場合はもうここはこの体勢で頑張るの、はい、うん、これが必要、うん、はい、そう、それが大事、うん、構えたらいいアドレスになってきたよ、はい、そこから頑張って相手、そう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 、いい、全然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 、はい、一緒だよね、旦那さんと構えたら、うん、構えたらここ、これが大事だよね、夫婦二人教えてる人は皆さんだからずっと見てるのかもしれない、うん、トップスイングでトップに行った時にしっかりここで頑張る。これが別に伸びてもいいんだけど、伸びるともう結局ここ使わずに上でくるからそうそう、そこで頑張っといてやってみようか、はい、はい、そこから振る、惜しい、いいよ、もう一回ちょっと上げてみる、こうやって上げるかな、 OK、 あそこだったらジャストやったな、いいよ、いいよ、でもうちょっと、もうちょっと起こそうか、少しこういう感じで膝曲げて OK、 うん、 OK、 でもうちょっと近づいてごらん、たまにボール1個分ぐらい近づいて、それは近づきすぎOK、 でっかい振ってごらん、それで振ってごらん、はい、はい、振ってごらん、構えて入ってくる、はい、もう一回、もう一回、もうちょっと離れて、オッケーオッケーオッケー、それで振ってごらん、動いてごらん、適当に、はい、適当に振ってごらん、はい、よいしょよいしょ、はい、もう一回、うん、一番は、はい、体が動いてないのにクラブヘッドだけ異常に動くのよこの状態から体が動いてないのにクラブだけはめっちゃ動くの、なら体戻した時に合わないでしょ、結局腕で振らなきゃ止まないって感じになるから、やるのは構えたら自分の体が動いた分だけクラブヘッドがまず動いてくれたらラッキーじゃん。じゃあどうするかって言ったら、今構えて、これドライバーだよね、ちょっとして、すごいね、すごい触れてる感じがするんですけど、この状態からほとんどここが動かずにこれで来る、これで来て、これで戻そうとするかじゃなくて、自分のこの胸の動きだけを気をつけて、フルショットしなくてもいいから、はい、構えたら、はい、そのまま軽くでいいから一緒に動いて、一緒にこれで当たる練習をしなきゃいけないわけじゃん、はい、
クラブヘッドを振るんじゃなくて構えといて、こことここが一緒でしょ、一緒、一緒に動いてるイメージ。そうそう、これでミートしてこないと。はい、セット、そう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 、もう一度、はい、そこから戻す、そう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 、いい、全然全然いい、下向いたまんま、はい、そのまんま、そう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 、もう一回。どうしてもヘッドを触れちゃうからでしょ、今一緒に動かしてるイメージじゃんね、一緒に動かしてるイメージだよね、構えて、いや、やってごらん、うん、まあまあ上がるでしょクラブが。だって一緒にって言ったら、一緒にって言ったらこのぐらいでいいわけじゃん、それが一緒にってここまで来るわけだから、いかにこの肩関節がめちゃめちゃ動いてるかって話になるから、これがもう全然練習だからこの辺でもいいわけ、イメージを。でそこで戻す、そうそうそう、今度これで当たる練習する、構えて、はい、そこから戻す、はい、それが難しかったら今度はちょっと貸して、クラブヘッドって一番遠いとこはどこかって言ったら、これ一番遠いですよね、だってこっからこっからこっち側に戻ってきたら、このクラブヘッドって自分の方に近づくでしょ、だけどこれって一番遠いじゃん、でこれが入ったら近づくじゃん、そこだからです、はい、だったらこの状態から遠いところから戻すぐらいで一回打ってごらん、はい、一番クラブヘッドが遠いところから戻す、はい、そこから戻す、そうそうそう、もう一度、はい、遠いところから戻す、はい、もう一回、でもうちょっと球に近づいて、はい、遠いところ、はい、その遠いところから戻す、そうそうそう、これで当たる練習しないと、ちょっと貸して、こう構えて遠いところ、この状態が回転、はい、遠いところから戻す、はい、この状態から、はい、遠いところから戻す、うん、クラブ振るっていうよりもクラブヘッド振っちゃうからいかにクラブヘッド早く振ろうと思っちゃってるから、そうそう、それで、そうそうそう、そういう感じで引っ張り下ろす感じ、はい、そこから引っ張り下ろす感じで、多少これコックはしていいからね、うん、そのまんま、はい、そこから戻す、そう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 、はい、そこから、はい、そこから戻す、はい、そう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 、でもう一回、はい、ストップ、はい、ストップ、でこの時にもう全然少し、ま、折れてもいいからね、イメージがこのイメージでいいだけだから、はい、もう一回戻して、はい、その動き、はい、その動きで、はい、こう、こう、今この感じ、これで、これで、これで、この感覚でどんどん打てるようにならないと、この感じで打てるようになれば、このまま勢いつければフルショットになるじゃん、だけどもうこの段階でずれてると動けば動くほどずれるから、スッスッ、はい、わかるでしょ、だからクラブヘッドをボールと当てようかなとか思うとずれてくるでしょ、どうするかって言ったら構える、で一緒に、一緒にこことここが一緒に、そう一緒に、そう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 、グリップエンドとおへそと一緒に動く感じ、一緒一緒、そう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 、もう一回、もっと太もも使って、太もものイメージで足足、はい、今まあまあ、もっと下げて、重心下げて、もっと重心下げて、はいはい、あ、今いい感じ、もっと重心下げてもっと重心下げて、もっと下げて、 OK です、これで打って、はい、そのまんま、このぐらいの感じ、ほらこれ足使うでしょ、自分の中でまあまあやばいでしょ、やばいっす、うん、全然下げて、そう、これもめっちゃいい動きだよ、今のもいい動き、うん、グッと下げといて、はい、そのまんま、セッセッ、そうすると多分お尻が動くはずだからだよね、重心下げてくると、こうやって重心下げてくると、こうやってお尻動いてくるじゃん、でこれが上がっちゃうとお尻動かさずに上だけで振るから、うん、ここ自分の場合は構えたら、こうやって構えた時にこのお尻、このお尻がこうなんかこう、こう動いてるイメージを持った方がいい、うん、うん、極端にやった方がいいよ、練習だから、はい、構えといて、もうちょっと球近づいて、はい、 OK です、はい、オッケー、はいはい、そう、いい構え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 、めっちゃいい構え、オッケー、めっちゃいい構えになってきたよ、構えて、その形ね、はい、ごめんね、はい、ごめんね、はい、ちょっと踏めよ、はい、こうじゃなくて、これ分かるよね分かるよねこれこう、うんと、はい、
こう持つとさ、この高さって合うでしょ、はい、合いますよね。だけどゴルフって右手が左手よりも前にあるじゃん、はい、で普通に構えたらこっちの高さがこっちよりも上に来るじゃん、はい、だよね、はい、こうだと一緒だけど、でこのままこう構えちゃうともう下に構えちゃうでしょ、はい、はい、これをこういう形に作る、だから上向ける、そう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 、そういうことそういうこと。だからアドレスのここ手のポジションとここまでは良くなってきたの、はい、でこれがすごいこっちが出ちゃってるからこれをもっと戻すの。でいいよ、もういつも通り構えてます。いつも通り構えたらこっちが出ちゃってるから、じゃあちょっと離そうか、で少しこういう形にしておいてやってみようか。はい、こう惜しい、はい、ごめんね、はい、この形な、この形な、この高さよりもこっちがイコールか、もしくはこれはダメなの、もうこれはもうアイアンもう下に打っちゃうから、はい、こういう形、そう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 、おいいかもいいかも、いいかもいいかも、そのまんま、おいいかも、今のいい構えだからそのまんまちょっと勢いつけて振ってごらん、勢いつけて、オッケー、うん、ここをそうしといて、はい、勢いつけて、はい、勢いつけて、よいしょ、これで当たってくるから、うん、こっちの面をそうそう、このまま回転して、はい、回転して、回転して振る、オッケー、うん、そう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 、あの、いい、この形ができたら、この形ができたら、この形、極端に、この形ができたら、こ、ね、この形、極端に、この形ね。この形ができたら、こっちサイドをこうやって回すだけなの。だけど、遠くを振ろうとするから、ものすごくクラブヘッドを振ろうとするから、あるでしょ？こうして、じゃあこうしてごらん。こうして、じゃあ、どうしような。じゃあ、この状態から、こうやって、こうやってやってごらん。こう。でこれ右回るじゃん、これ右肘、左肘伸びて右回るでしょ、このままこうやってやるとアドレスになるじゃん、これ曲げといて、こっち左右肘曲げといて、こっちが伸びてこっちが曲がってるよね、いい、このままこのまま回してごらん、じゃトップ行くじゃん、はい、そのまま体回してごらん、スイングになるじゃん、で遠いとこなんか振ってないじゃんでしょ、でこうしてこうしてこうすればこの形できるでしょ、でこの形できたらこの形のまんま、この形のまんま回してあげたらトップ行くでしょ、だけどこれがクラブヘッド持った瞬間にこっちのこの形よりもあっちを振ろうとするから、心当たりあるよねじゃあ構えたら、はい、構えていただいて、いい、この状態からちょっと極端にやる、この状態から右をグッと曲げといて、曲げたまま体回す、はい、回す、戻す、こんだけ、そんだけ、はい、構える、ごめんね、こっち曲げて、はい、こんな肩上げなくていいから両足閉じて、両足閉じて構えるでしょ、構えたらこのまま右をちょっと曲げる、そうそうそう、そのまま体回すだけ、回す、回して戻す、この感じ、今何もしてないの、回っただけなの、体をこの形作ったら体回してるだけだから、はい、この状態からこっちを曲げる、あと体回すだけ、はい、回して戻す、これで当たるから、うん、もう一回、ここから曲げたらそのまま体回してポンと回したものを戻す、この感じ、こうやって振ってないじゃんクラブヘッド、だからドラコンあるあるだよな、いかにクラブヘッドをいかに早く振ろうと してるかってこと、うん、要はちょっと向こう行っていただいて、こう構えて、こう構えて、この形作ったとするじゃん、でこの形作ったらもうこのままこのまま回していけば、こう回していけば当たるでしょうっていう、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、まあ、井田さんの場合は、まあ、とりあえずこのヘッドを振る意識が強すぎるから、まずは、うん、やっぱハーフショット、ハーフショット、やっぱハーフショットが一番いいかな、ドライバーのハーフじゃなくてもいいから、まあ、アイアンでこうハーフショット、体とこうクラブの連動性から行った方がめっちゃ上達早いと思います。はい。はい、頑張ってください。これからも。ありがとうございました。